戦争がだんだん激しくなって、もう家庭にある金物っていうか金物はみんな出さなくちゃならないんです。いわゆる教室ですね。でうちでも母の遺品の指輪とか何だとかそういうね宝石類なんかもね、大したもんじゃないけどもそういうのもみんな出したんです。で最後に今度は8月15日には子どもたちのお弁当、ちょうど夏休みなのでお弁当を壊してやっぱりお国に奉仕しようっていうことで教室しなければならないことになったんですね。で私はちょうど部落担当が4支部っていうところだったんです。ちょっと土手を行かなくちゃならないし、牛や馬も土手の真ん中にすごくのんびりといるんですよ。で私怖くて怖くて行くのがね、ちょっと行きたくないなぁなんて思ってたら、校長さんも教頭さんもから、じゃあ、今日の放送を聞いてから行ったらっていうことで、それで私はまあいいやっていうことで学校に残ってって、お弁当箱は壊すのは午後にしようっていうことにして、そして天皇陛下の放送を聞いたわけですね。もう私にはちょっと分かんなかったんですよね、戦争負けたっていうのは。なんだか緊張してて、気をつけの姿勢でもとにかく天皇陛下っていうといつも気をつけしなくちゃならないので、もう背筋をまっすぐにして直立不動といいますか、きちんとして聞いてたので、なんだかありがたいっていうんで涙は出てきたんだけど、分かんなかったら男の先生で大きい声で泣いてるんです。そしたら駐屯してる兵隊さんもなんだかことごやごやしてきて、戦争に負けたんだよっていうことが分かりまして、みんなで大泣きしました。そして兵隊さんたちはこのままでは済まされない、必ず俺たちがまた戦争する、やってみるっていうような大騒ぎをしてたんですけど、まあまあその日はお弁当も壊さずそのまま家に帰りました。